一瞬でアホ毛が収まりました。しかもふんわりはキープされてますよね。チェキチェキこんにちは、表参道フラティスト、あやまるです。今回はアホ毛を簡単に抑える方法を紹介していきます。せっかく可愛くセットしたのにアホ毛がぴょんぴょんして全然綺麗にならない、こういった悩み抱えてる方多いんじゃないですか。そこで今回はアホ毛が出てきてしまう原因と簡単な直し方までバッチリ説明していくので、ぜひ皆さん参考にしてください。はい、それでは説明していきます。まずアホ毛の原因なんですけど、これはいくつかあります。おそらく今アホ毛に悩んでる人からするとどれか一つは当てはまるんじゃないかなと思います。まず一つ目は自分で切ってしまった髪の毛です。これはセルフカットとかそういうのじゃなくて、例えば髪の毛をこうやって縛ってそのゴムを外す時に髪が絡まって無理やりブチブチブチって取っちゃったりとか、無理やり櫛でとかしてブチブチブチってやってしまってる方とか意外といるんじゃないですかね。もうこれ本当にめちゃくちゃ多い、本当にこれ切れ毛のめちゃめちゃ多い原因になるので本当に気をつけてください。私もこのチャンネルでヘアアレンジ動画とかたくさんやってるんですけど、やっぱり何回も1日に何個もアレンジの動画撮ってたりするとやっぱり必要以上に髪を触ることになってるのでどうしても切れちゃうんですよね。なのでできるだけ本当に切れないように慎重に慎重にゴム外したりとかブラッシングしたりしてます。で次に2つ目が濡れたままの髪を放置することです。割とあるあるな原因かなと思います。お風呂上がりってやっぱりどうしてもねちょっとゆっくりしたいですよね。お風呂上がってよし、この YouTube の動画見たらドライヤーしようって決めてても、次の動画が気になってまた次の再生ボタンを押してまた次押してって気づけば1時間2時間経ってるなんてことありませんか。これね本当にめっちゃ気持ちはわかるんですけど、これもアホ毛の原因になりやすいです。特に濡れた髪ってすごく弱くてダメージがあるとビヨーンって伸びたりします。軽く髪の毛を引っ張ってみると乾いた状態よりも濡れた髪の状態の方が伸びやすくて、そこにさらに圧がかかればプツンって簡単に切れちゃって切れ毛の原因になります。なのでお風呂上がりは髪の毛を濡れたまま放置しておけばおくほど切れ毛になりやすくなるので、できるだけ早めに乾かすか優しくタオルで巻いてできるだけ髪に負担を与えないような工夫が必要になります。次に3つ目がブリーチやカラーによる切れ毛です。これは金髪にしたことがある人はわかると思うんですけど、めちゃくちゃ髪の毛パラパラパラって落ちません？あれ、まあ確かに自然に抜け落ちた髪の毛っていうのもあるとは思うんですが、実は切れ毛でめちゃめちゃ落ちてるんですよね。っていうのもやっぱりブリーチとかカラーで髪の中から色素を抜くとすごい軽くて細い髪になるんですね。特にブリーチしてると髪の毛の中ってスカスカなんですよ。なので軽く引っ張ったりとか縛ったりするだけで簡単に髪の毛切れちゃいます。なのでそういった方はお風呂後のトリートメントだったりヘアケアをしっかりとして髪の中でしっかり栄養を入れてあげることが大切です。しっかりと栄養で満たされた髪は切れにくいしツヤも出るのでヘアケアはしっかりとやるようにしてください。次に4つ目が肩にカバンをかけるです。これはもう私みたいなロングの人とかにすごく多いと思うんですけど、カバンをこうやって肩にかけるとき、こんな風に見えますかね。今カバンの間に髪の毛挟まってるんです。ほらこんな感じ。これあるあるじゃないですか。気にしないと結構やってしまいがちなんですよね。でこうやって無理やりブチブチブチって外すとかはもう絶対ダメですからね。もうこの状態を何度も何度も繰り返していると当然カバンの重みだったりちょっと動いた時に引っ張られたりして切れ毛を量産する可能性があります。なのでカバンを肩にかけるときはなるべくこうやって髪の毛避けてこんな感じで髪の毛が間に挟まらないように気をつけてカバンを持ってください。で最後に5つ目が絡まった髪をアイロンするです。これも結構あるあるなんですよね。特に絡まった髪の毛ってアイロンを1回通しただけじゃ全然癖って伸びてくれないですよね。そうなると何度も何度もアイロン通したりアイロンの温度を高くしてみたり髪の毛を強く引っ張りながら無理やりアイロンをして癖を伸ばしてみたり、そんなことしてる人いませんか。私は昔ぶっちゃけ結構やってました。でも当然アイロンを何度も何度も通せば髪は傷むし強く引っ張れば髪が抜けたり切れたりします。しかも絡まった髪の毛にアイロンを通すともう絡まって髪が重なっている部分に熱が集中してしまって、そのせいでその部分の髪の毛が切れるなんてこともよくあります。なのでアイロンをする前は必ずブラッシングをするようにしてください。はい、以上がアホ毛ができてしまう主な原因です。
どうですか、当てはまるものありました？正直この5つを改善するだけでかなりアホ毛って抑えられると思います。気づいた方もいるかなとは思うんですけど、アホ毛の一番の原因って切れ毛だと私は思ってます。他にも毛穴の詰まりだったり、ホルモンバランスの乱れ、生活習慣の乱れなどいろいろあると思うんですけど、結局は普段の生活の中で切れ毛をたくさん作ってしまっていることが大きな原因だと思います。あと今回はあえてお話ししていませんが、そもそも美容室でカットしてもらう際にもうめちゃくちゃ髪をすいてしまって、そのすいた髪が原因でアホ毛になってるっていうパターンもあります。それについてはこちらの動画で詳しく説明しているのでぜひご覧ください。ではここからは実際に見えます、このアホ毛たち、これを直していこうと思います。って言ってもアホ毛を抑えるのって結構簡単で、世の中にはこういうアホ毛を抑えるアイテムってたくさん売ってるんですよね。こういったアイテムを使えば10秒ぐらいで直せちゃいます。今回はこちらのまとめ液を使っていきたいと思います。もう蓋外せたらもうそのまま使えちゃいます。この白い部分をアホ毛に沿わせて抑えるだけ。こんな感じ、ほらどん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 収まってきてません？じゃーん、あ、めっちゃ綺麗。この右と左全然違いません？ピヨピヨピヨってこっち側あるけど、こっち側はもう一本もない。もうなんなら10秒かからなかったですね。一瞬でアホ毛なくなりました。まあ、ただこんなアイテム持ってないよとか、もうちょっとこのペチャンっていうよりはふんわり感を残しつつアホ毛抑えたいなっていう方は、もう一つ別の方法があります。まずはアルミホイルを用意してください。このアルミホイルにスプレーを振っていきます。これはあんまりハードなものじゃなくて大丈夫です。柔らかいタイプのスプレーで OK です。このアルミホイルにスプレーを軽く振っていきます。ここまでできたら、あとはこのスプレーがついた方の面で頭を軽く撫でてあげれば、ほらどうですか、一瞬でアホ毛が収まりました。しかもふんわりはキープされてますよね。まとめ地だとちょっとしっかりめにボリュームを抑えながらアホ毛を抑える感じ。アルミホイルを使えばちょっとふんわり感は残ってアホ毛を抑える感じになります。で、このアルミホイルのやり方めちゃめちゃいいかなって私は思います。きっとお家にあるアイテムでできると思うので、ぜひ皆さんもやってみてください。はい、以上がアホ毛を直す方法の紹介でした。そもそもの原因を改善することでもアホ毛ってかなり少なくできると思うので、ぜひ参考にしてください。今日の動画が参考になった方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知ボタンお願いします。下にコメント欄もあるのでたくさんコメントをお待ちしております。そしてあやまるビヘアチャンネルの公式 LINE もあります。 LINE を追加していただくと5つのプレゼント動画もありますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。